は言えたのかな、はい、告知的なものは、告知的なものは言いましたよ。言いました、覚えてますか。しあさって21日ゴールディです。ほんで11月4日セクション3スラッシュです。で CD は、1枚2000円じゃなくて1500円ですね。はい、売ってます、はい、あ、そしてはい、どうも、マツコでございます。ただいま帰ってまいりました。はい、マツコちゃん、はい、おかえり。ただいま。何をしてたの今？今ちょっと寝るよって言って。はい、進んでました。進んでたやんなど。踊りすぎまして。うん、見たら分かった。俺ずっとあっちで、ずっとカオちゃんをずっとやっとった。あ、帰ったもん。あ、告知 OK？ 告知 OK？ 告知は、今のところないかな。今のところない。ツイッターはエリコギターのとこから見てください。はい、じゃあ皆さん覚えてますか？皆さん覚えてますか？告知、私の告知覚えてくださっておりますか？お兄さん大丈夫ですか？私の告知はのでは何月何日？8月31日。食えた。そんなにあったら夏休みめっちゃ嬉しい。確かに幸せや。11月何日ですか？1日。あれ、みんな覚えてない？もう一回言うとね、11月3日文化の日でございます。せーの、11月3日文化。何を言うたらいいか分からんわ。どこ言うたらいいの？ソングジェネレーションいいって言ってもらっていい？おじいさん楽しそうですね。僕も言ってもらっていいですか？こっちが楽しそうじゃないとあかんから。ソングジェネレーションいいって言ってもらっていいですか？おっきいですか？お願いします。はい、行きますよ。おじいさんじゃあ言ってください。いやいや、なんで出ないのに。じゃあ出ようよ。出ないのに。11月3日は、じゃあ出ればいいじゃん。 OKOKOK。 せーの、11月3日は巻き添えにしたやろ。すいません。分かりました。すいません。さあ、それではですね、皆さんいい匂いがしてますよ。お待ちかねの配給の時間です。やったー。なんでそんなしてんの。ここは西並じゃなくてよかったですね。平和ですよ。あんまり喜んでないですよ。どうなるのかな、配給の時間はどうなるのでしょう。えりこさん、えりこさん、あのね、前回は夏祭りと称しまして、はい、僕ずっとたこ焼きを焼かされたんです、ね、ずっとたこ焼きを。今日は僕はパスタを湯がき、パスタを湯がきのかぼちゃを切りの、かぼちゃを揚げので、ミネストローネの最後の味付けをシーノ。シェフやん。キッシュ以外はほとんどやってますよ。これでギャラ一緒。配給タイムでいいのかな。全然蒸しやん。多分ね、パスタがまだね半分しか茹で上がってないんですよ。で、エリコギターが家からちゃんとお作りになってきたキッシュとか、ミネストローネとかはあるんで、皆さんそこを解放して食べていいのかな。いいんじゃないのかな。ほら、全然信号遅れない。いいのかな。いいのかな、もう配給の時間で。まだ、ちょっと待って。来月貸しないんだ。ツードリンク頼んでる人は配給なしです。ごめんなさい。あ、逆に配給じゃなかったらツードリンク。なんで手作りのキッシュ食べないんですか。手作りっすよ。みんな手作りで書いてめっちゃ余る。そうだったら僕ら食べるからいいですけど。ツードリンクの人は残念ながらすいませんが、西成の方に並んでください。これは皆さん、ワンドリンクの方は皆さん配給ありですんで、ご自由に。イエーイ。会場会場をつけてもらえましょうか。会場登録お願いします。はい、これはバーカーにうさぎさん